架空の国家とはフィクションのために創作された実在しない国家である。架空の王国は文学や映画、テレビゲームの設定や事物として登場することがほとんどである。架空の国家は通常初期のサイエンスフィクションの物語に登場していた。そのような国家は地球上に存在するが通常の地図帳には載っていないものである場合が多い。似たような物語は後に 架空の惑星を舞台にして繰り広げられることとなった。ガリバー旅行記のラピュータジョナサン・スウィーフトが創作した、ガリバー旅行記の主人公、レミエル・ガリバーはいくつかの奇妙な土地に訪れている。エドガー・ライス・バローズは、ターザンの冒険を当時のアフリカの地域を舞台に展開させたが、具体的な地域は大部分において不明のままである。 奇妙な生物が暮らしていたり、奇妙な習慣が残ることはこれらの作者らの時代には多くの人々を楽しませるアイディアだった。19世紀に西洋の探検者が地球上のほとんどを調査すると、このオプションは西洋文化において通じるものではなくなった。それ以来、架空のユートピア及びディストピアの社会は他の惑星や宇宙にある人類の頃に起源を別に持つ、 宇宙人の社会などに舞台を移すこととなった。架空の国家は現在とは別の国境が存在する、遠い未来を舞台にする物語で用いられることもある。ハーバート・ジョージ・ウェルズ、宇宙戦争スーパーヒーローやスパイのコミック、いくつかのスリラーものでも背景として架空の国家が用いられることがある。このような国家は、ほとんどの場合一つの物語だけしか登場しない。 特筆すべき例外としては、マーベルコミックのラトベリアや DC コミックスのカーク、ビーウェアなどがある。日本でも、宮沢賢治のイーハトーブ、マスムラ、ヒロシのアタゴール、井上直久のイバラード池田明子、ワチフィールド等がある。ミクロネーションとは異なる。架空の国家はしばしばわざと実在の国家に似せていたり、時としてその代用として用いられている。また、 ユートピアやディストピアを如実に表現したものとして登場させられる。国名をモデルをもじったものにして、どの国を想定して創作した国なのかが、はっきりさせている場合もある。実在の国家の代わりに、架空の国家を使うことによって、著者は読者に曖昧ながらに似ている地域を分からせながらも、キャラクターや出来事、設定について、かなりの自由を聞かせられるというメリットがある。 架空の国家を用いると実在する国家の実際の歴史や政治、文化などの制約条件を気にする必要がなく、プロットの構成に重点を置くことができるのである。作家は自分の作品のためにアーキタイプに基づいた架空の国家を作り出す場合がある。そのような国家はしばしばそれらの地域のステレオタイプを含有している。 例えば、とある架空の西欧国家を考案した者はその国を、かつてのソビエト連邦の衛星国家として描いたり、ロイヤルファミリーのサスペンスめいた物語が存在する国家として描いたりする。20世紀初頭なら、ルリダニアに似た国にしたり、吸血鬼や他の超自然的な現象が起こる国にしたりする。架空の中東の国家は、アラビア半島のどこかに位置し、石油が豊富で、 イスラム過激派と問題を抱えており、支配者として、サルタンか、精神的に不安定な独裁者がいることがしばしばである。ラテンアメリカなら、大抵の場合、ひっきりなしに起こる革命や、軍事独裁政権、クーデターに悩まされるバナナ共和国である。アフリカにある国家なら、それらは、緊急や市民戦争、薬病にとって変わる。現代の作家は普通そのような架空の国家を、 登場させる物語を事実として取り扱うことはない。しかし、18世紀初頭のジョルジュ・サルマナザールは、自分自身をフォルモサ島の王子であるとして、自著、台湾市などで島及び、近隣の東アジア諸国に関する作り話をして、スポンサーらに信じ込ませている。幾人かの手癖の悪い工業主も、単に人々を騙すための道具として、架空の国家を作り上げている。 1820年代、グレゴール・マクレガーはデッチ上げた、ボヤイスという国の土地を売っている。現代でも、メルキゼデクやエネンキオ王国などが同じ手口で用いられている。同様に、架空の国家を後ろ盾に金融詐欺が行われるケースもある。それは、パスポートや旅行のための書類の販売や、政府による完全な支援があるように見える、架空の銀行や、 企業の立ち上げなど変化に富んでいる。架空の国家は意識調査を目的として作られることもある。2004年4月の意識調査でイギリス人の10%は架空の国家であるルバニアが間もなく EU に加盟すると信じていた。似たような出来事としてハンガリー人の3分の2が2007年3月にピレサという架空の国家からの移民たちの避難所を用意しないように要請している。 一部の人々の間で実在していると信じられている。物語や神話、伝説などに登場する国家として、以下のようなものが挙げられる。ここでは2004年4月29日15時21分多くの、イギリス国民は、新規 EU 加盟国についてほとんど知らず、ロンドンの訳語に従う。ヘインズ、レスター、ブリッツ・ウェルカム・ルベイニアツー e u ザ・レジスター、2004年4月29日閲覧。 ヘインズ、レスター、ハンゲリアンズ・デマンド・エジェクション・オブ・ピレサン・イミグランツ。ザ・レジスター、2007年3月21日閲覧、ありがとうございます。